単円でですね、サインシータをまず考えてみます。サインシータというのはですね、半径分のですね、y 成分です。これですね。ここになります。はい、従いまして、まず0度の場合ですね。シータが0度の場合は、半径は1ですね。それから、y 成分は0ですから、これ0になりますね。それから、シータが90度の場合ですね。こう来た場合ですね。半径は1ですね。変わりません。それから、y 成分も1になりますね。で、ここは1になります。それから、シータがですね、180度ですね。180度になったときは、半径は1ですけど、y 成分は、これも X 軸上ですね。これ0になりますね。これ0になります。はい。それから、シーターがですね、270度ですね。ここですね。こうなったときですね、半径は1ですが、y 成分はマイナス1ということで、こうマイナス1になる。それをですね、こう、プロットしていきましたらね、この黒のね、線になって、これをまあ、V のサインシーターと、こういうことに、いたします。まあ、ここに1があるわけですけどね、1ですけど、ね、省略してあります。さあ、それでですね、今度は、IL がですね、サインシータマイナス90度ですね。ということは、このグリーンですね、ここから始まるわけです。ここからこうに始まって、サインシータとですね、同じように、軌跡を描くわけですね。まあ、例えばここでですね、180度のところですね、この、ベクトルが上から下へ降りたんですね。ここも上から下の、これ90度ずれてますんでね。はい。で、この、遅れてますよと。サインシータよりかですね、90度遅れてますよと。こういうことになるわけですね。さあ、次にですね、コサインですね。コサインを考えてみました。コサインですから、斜辺分の底辺になりますんでね。いわゆるここで言いますと、X 成分になりますね。はい。で、0になりますと、シータが0の場合だと、半径は1ですけど、X 成分は1ですね。同じ1になりますんで、コサインシータ1と、こういうことになりますね。それから90度ですね。90度になったとき、半径はまあ1ですけど、この X 成分は0になりますよね。この、こうに立ちますんでね、0になります。そうするとここ0になります。から180度の場合ですね、こっち行った場合ですね、今度は X 成分はマイナス1ですから、1分のマイナス1ということで、マイナス1になります。から270度の時ですね、これは、X 成分は0になりますんでね、これ0になるよと。それをこうプロットしていきますとね、ここが0度のところで、1になってですね、から、90度のところで0になるですね、180度のところでマイナス1と。こういうふうになるわけですね。さあ、それでですね、これをちょっとね、ここへね、ここへ動かしてみます。そうしますと、こういうことになりますよね。こういう図面になるわけです。そうすると、この黒のね、黒のサインシーターに比べてですね、どうなってるか言ったら、左に動いてますよね。左いうことはこれ進みですよね。これ右に動いてるから遅れなんですよね。これ左に動いてますから、進みいうことで、それで IC イコールですね、コサインシータですね。そうなると、サインシータ、カッコ、進みですから、プラス90度になるわけですね。こういうことになるわけです。さあ、それでね、ちょっと、もう一つ考えてみますとね、このサインシーターですね。サインシーターはどうなるか言うたら、コサインシーターの、カーブをですね、右に動かしてますからね。ということは、コサインシーターの、カーブをですね、90度遅らせてやったら、サインシーターになるよと。こういうことになるわけですね。はい。で、まあ、三角関数のね、いろんな、数値をこう変形して、こういうですね、値を出す方式もあるんですけどね。まあ、それが正論なんですけどね。まあ、私なかなかそういうことを覚えませんのでね。私は、このサインカーブとコサインカーブですね。それと、遅れですね。これのカーブを、これでね、数式を引っ張り出してたと。
で、これが分かればですね、電源参集ですね、多分、なんて言いますかね、勉強していただければね、合格できるんじゃないかなと思っております。これより難しい関数はあまり出てこないですね。まあ、時々は出てますけど、まあ、そんなものはね、出たかで一問ですから、はい、どっちことないですよね。一つ、こういうことですんで、頑張ってみてください。